こんにちは、ボンドボディの川久保です。本日は後ろに映ってます、クーペのカスタムを紹介したいと思います。お車はこちらになります。今回の S クーペ、こちらの青いホロが美しい、S クーペのカブリオレになっております。今回のカスタム内容は、こちらの車前期型なんですけども、こちらの前期型を後期ルックにして、さらにブラバスでカスタムアップしようと思います。で、足元はヘリパーをペイントしていきたいと思います。それではまず、ヘリパーペイントの方から始めたいと思います。はい、とりあえずリフトアップの方が完了しました。今回、もともとは赤色に黒の AMG ロゴなんですけども、今回はこちらの車体の特徴であります青いホロに合わせてヘリパーを塗っていきたいと思います。で、純正のブレーキパッドですけども、このようにダストが非常にたくさん出てます。ヘリパーペイントの際はせっかくきれいにするので、ブレーキパッドの方も低ダストのブレーキパッドの方に交換することをお勧めしています。それではバラしていきたいと思います。ヘリパーの方が外れました。このようにがっつり真っ黒になってますんで、これをきれいに洗浄して箸付けをして塗装していきます。はい、ブレーキを洗うところは、飛ばしてしまいましたが、こちらがバラして、そしてブレーキダスト等を洗浄し足付けをしたキャリパーです。そしてこれから塗装に入る前に、こちらのピストンや、ブリーダーなど、塗膜がかかってはいけないところをマスキングしていきます。それでちょうど横に、その作業をし終わったまた同じキャリパーがあるので見ていきたいと思います。こちらがピストンを、マスキングしているところです。そしてこの横の縦中のところは、ブレーキパッドが当たる部分です。他にはこのようにボルトの接地面やブリーダーをマスキングして、その後は塗装をしていきます。では次にヘリパーペイントでリフトに上がってるうちにマフラー交換もしちゃいたいと思います。今回交換するのは、テール部分だけではなく、前側センターパイプあたりからも交換するものタイプになります。ですのでまずはリアバンパーの方からバラしていきたいと思います。はい、純正のマフラーの方が外れました。
こんな感じです。そしてこれからブラバスのマフラーをつけていこうと思います。はい、ということで、ところどころですね、はしょってしまいましたが、ブラバスのマフラー、とりあえず一通り付け終わりました。センターパイプから始まって、ここは太鼓になります。そしてちょっと見えづらいですけど、ここの2本のパイプの間、この継ぎ目のところですね、ここには、バルブコントローラーついてます。そしてテールパイプがこのようについています。Pマークの方もしっかり入っています。でこの後はブラバスの方のバルブコントローラーの配線もありますので、そちらの方をやっていきます。そして走行している間に、昨日塗装の方に出した、ブレーキキャリパーの方がもう塗り上がってますので、見ていきたいと思います。お車のポロの青に合わせたキャリパーになります。今回はこのように通常グロスなんですけども、こういうふうにマットに仕上げてあります。ではこちらを組んで、次はバンパーの方に行きたいと思います。ではこれからブラバスのリアディフューザーの組み付けを行っていきたいと思います。まずは、純正のリアバンパーから純正のディフューザーを外していきます。そしてブラバスはこのように結構しっかりした素質がついてきます。このようにリフレクターを加工してくださいですとか、止め方など詳しく載ってますが、全て英語になります。ですので、基本は、絵を見ながら翻訳ソフトを使ったりしながら組んでいってます。ではやっていきたいと思います。純正のリアディフューザー外れましたので、こちらのブラバスのリアディフューザーをつけていきたいと思います。次にディフューザーのインナーのブラケットの加工をしていきたいと思います。トリセツではこの赤い部分をカットしてくれということです。
めちゃみこのインナーブラケットやセンサーがついてまして、この棒状のもの2本がセンサーなんですけども、これがトランクの足をかざした時に開くオープナーになります。それでは加工していきたいと思います。これから、Sクーペの後期バンパーの方を組み付けていきたいと思います。これからこちらのリアバンパーにつくカーボンパーツを取り付けていきたいと思います。ではスクーペカブリオレの作業が終了しましたので紹介していきたいと思います。まずフロント側からです。フロントは、前期用のバンパーから後期用のバンパーに変更いたしました。そして、パナメリカのグリルの方ですが、先端のメッキの部分をグロスブラックに仕上げてあります。で前期バンパーと後期バンパーの違いなんですけども、ちょうどバンパーのこの辺りですね、この辺りに、ディストロニックセンサーが入っています。で前期用は左右で2つあるんですけれども、後期用はバンパー片側にしかセンサーありませんので、それを左右2つ付けれるように加工してあります。そしてこちらの左右ダクト部分にブラバスのカーボンパーツ、そして下には、ブラバスのフロントリップが取り付けてあります。でグリルの方には、イグニッションオンで点灯するイルミネーションのロゴが付いています。で今回キャリパーの方を、こちらのブラバスロゴで、色の方は、カブリオレのポロと同じ、紺色に塗ってあります。後ろ側ですが、ディフューザー部分のみブラバスのディフューザーが取り付けてあります。でこちらのダクト部分はサイドフィンが付いてあります。でこちらマフラーの方は、ブラバスの可変バルブが付いてるんですけども、そちらの、バルブの開閉は純正のステアリングの方で操作できるように配線がしてあります。では実際にブラバスの、マフラーのバルブコントローラーを操作してみたいと思います。コントローラーの操作はこちらステアリングの上下で、操作することができます。今が、バルブが閉じている状態です。で上ボタンを2秒押すとバルブが開きます。
で下ボタンを2秒押すとまたバルブが閉じます。こんな感じです。いかがでしたでしょうか。今回のように前期からポッケの仕様変更や各メーカーのパーツの取り付けもぜひボンドボディにお任せください。ご視聴ありがとうございました。